ラジオネームイコさん。はい。ツンデレのピロシさん。オノディ、はじめまして。はじめまして。ピロシさんに質問です。何でしょう。オノディはよくピロシさんを可愛いと言いますが、うん、ピロシさんがオノディを可愛いと思う一面はありますか。あるね。いや、僕は残念ながらオノ君のことは何とも思ってないので。またか。可愛いとか可愛くないとか。またか先週に続き。うん。思ったことないんですよ。え、1個あるでしょ。あとトーン下げすぎ。え、何ですか。下げすぎ。ああ。上げていこう。あ、そっか。1個あるよ。そうか、これ普通の喋りになっちゃったね。素になっちゃった。素ってそんな低いの？そう。素になっちゃった。ごめんね。そう。ああ。小野くんのことはなんと、ああ、そうか。ああ、そうね。非常にね、今ね、アグレッシブに男汁出してますよね。そうでしょう。汁がね。汁がね。脇の汁が。そうそうそう。びしょびしょですね。くんが、そう、ちょっと映像的に汚い感じになってるんだよね、今ね。そこがラジオのいいところ。それがラジオっていうメディアの利点。うん。うわーってなると今ちょっとかっこいい。そうそうそう。まあ、ビジュアル系声優としてはちょっと恥ずかしいですよね、小野くん、それは。ビジュアル系って。芝居は次で、みたいなことか。そう。うん。ひろし。下打ちしないでくださいよ。なんかないんすか？なんか。あ、なんだろうな。なんかないの？可愛いところ。ああ、そっか。あ、今日なんかすごい遅刻してきて、小野くんが。へいへいへい。あ、遅刻してねえ。あのね、俺、時計見た。31分だった。ほら、遅刻してんじゃん。30分集合なのに31分だったじゃないですか。着信僕も30分だったんで、はい、あれ、小野くん30分に電話してきたら遅れますって電話かなと思ったんだけど、僕らがモンハンやってる時に電話かけてきやがってと思ったんだけど、軽く。ちっちゃいな、この人。ちっちゃいな、この人。モンハンやってる時に電話してきやがってた。ただ、オノディはなんか、チバニーと一緒にボーリングやってたんだって？はい。ちょっと、この前の現場がジーグだったんで、はい、ニーヤンが、ボーリングマニアだからね。ちょっと投げていくか、みたいな。ぜひ。チバスのボーリングマニアだからね。そう、遊んでて遅れてきたんだよ。だどう思いますか？違う。一回、台本を忘れたの。ボーリング場に。それもだからさ、その仕事に対する士気が低いってこと。違う、だから、ああだから、しょうがないんですよ。それはいつもカバンを一つしか持たないのに、今日は紙袋で渡されて、それをもう一つ持って歩いていたわけですよ。あ、置いてて、いつものバッグだけ持って出ちゃった。で、駅で気づいて、あ、やっべえと思ってボリュフジョ戻って、で、みんなにこう、バカバカって言われて。そこでもね。はい、え、そこでもね。そこでも。残念なことにね。まあそうですね。まあバカな子。何？かわいいっていうのは？バカな子ほどかわいいってね。そこか。まあ僕は全然そんなこと思わないんですけど。